はい、これ見てしーちゃん C ほら C だって。あ、ネットでポチりたいです。今日はユニクロです。久しぶりの大型コラボ、ユニクロ C っていうのが出るんですね、今度ね。皆さん気になってるでしょうし、ポチりたい的にはどうなんですかみたいなご要望もあったんで、まあやろうとは思うんですけど、最初に言っときますけど、買いません、買いませんよ。だってさ、ユニクロ C、ウィメンズ、レディースだけの展開ですよ。まあレディース買ったことはあるよ、あるけど反省してるんですよね。メンズのコラボを最近ユニクロ縮小してるじゃないですか。ユニクロを図に乗らせすぎたかなと、ウィメンズ出しておけば男性でも買うんでしょうみたいに思われたかなと思って、そんなに軽い男じゃないのよっていう風に、買わない時は買わないんだぞというこう確固たる意思でですね、ユニクロ C は買いませんという振りを聞かせたところで、まあ実際見ていこうと思うんですけど、ユニクロ C の C って最初聞いて何だと思いました？私は真っ先にうちの C ちゃん隊員のことかなと思って、っていうのも私この間ね、あの自分のオリジナルブランドでちゃんと背中にさ C ちゃんの C をかたどったアイテムもね作って皆さんに買っていただいたし、あれをね、まあユニクロの方がご覧になってたと思うのは不自然ではないですよね。だから今回はとうとう C ちゃんとのコラボかな、ユニクロがと思ったんだけど、ちょっと違ってクレアさんっていうイギリス人のデザイナーの方、私はねすいません名前は聞いたことなかったんですけど、経歴を見ればクロエとかジバンシーの時はちょっとメンズもやってたりとかあって、そんなに私引っかかるものはでもなかった。あ、プリングルスオブスコットランドは私結構ね一時期好きだったんで、あん時のと思ったらその時はクレアさんじゃなかったんだね。クレアさんは結構昔だったので、とりあえずそんなにもともと知ってるデザイナーさんでもないし、ウィメンズオンリーだしね、買う理由が思い当たらないなーなんて思いながら、まあ、全体的なルックを最初見たら、え、おしゃれだねって思ったんだけど、もし女性だったら着たい、女性の方が羨ましいって思うようなコレクションではあることは間違いない。でアイテムを見ていくと、まあアウターの目玉はトレンチコートなんでしょうね。まあ、イギリス人のデザイナーの方がやるトレンチコートっていうことで、ライナーがチェック柄、グッチとかクロエ、ジバンシーやってきた方なので、しかもワンシーズン目の目玉になるアウタートレンチでしょ、気合入ってるだろうし、買っておいて間違いはない。女性だったらこの色も一癖あるよね。で特にベージュがこの何とも言えない光の当たり方でね、ちょっとピンクにも見えるかもしれないし、まあ、実物を見てみたいなとは思う。できればついでに羽織ってみたいとは思うよ、せっかくだから。でもサイズ的には 2XL 一番上のやつなんですよ、着れるとしても。だけどこれ店頭にないでしょ。パツパツのコート L サイズとか店頭で試着したって良さなんて分かんないさ。でアウター他のやつはっていうと、パフテック中綿入りのやつが色々出てんだね。パフテックオーバーサイズコートが柄があったりなかったりで色々出ておりますが、ベージュの方のチェック柄、これはこれはいいぞ。実家の棚の中のおじいちゃんのやつ、古着を着るみたいな感じでいけんじゃねえみたいな。このキルティングになってて、写真だとね割とのっぺりしてるっていうか平面的なんだけど、動画で見た時に、まあ、光の角度なんですかね、結構立体感があって質感もね良さそうに見えた。まあでも動画も、作りようでごまかせるからね、これもちょっと実物をお店に行って見てみないといけない。ついでに試着したいけどもサイズはないって。本当にさ、ウエストがドローコードで、まあ、調整できるっていうのもまあ良きところではあるけどな。でボアフリースのコートもあるね。699でお試しで買うんではいいんじゃない。前の合わせは逆だけど全然気にならない、気にならない。これしーちゃんの散歩の時にこの格好、いいなと思うけどお気に入りには一応入れておくけど、無理に買うものではないよ。で、あとジャケット系いろいろ出てるけど、ジャケットはマジでむずいな。写真だけでは何とも言えないっていうか、コーデュロイのジャケットとかさ、まあ、セットアップで着てる写真とか超かっこいい。で前の合わせはもちろん逆だけれども、それが気にならない人にはまあいいんじゃないっていうか、私は気にしないんだけど、かといって試着なしで着れるような形ではない
よね。着てみたいけどお店にあるサイズじゃな、どうしようもねえだろうし。パフテックのブルゾンか、ブルゾン、これおそらく男性の方でこれならいけんじゃねって思ってる方が多そうだね。ちょっとワークテイストでいい感じ、この襟がコージロイになってるところとかもそそるのではないでしょうか。でサイズ、あ、3X まであって、 3X だと確か雪丈が結構、あ、84あるからたっぷりありますよね。袖丈はどうなんだろう、サイズこれだったらメンズでもいけるでしょうっていうサイズ展開なのかと思いきや、この肩すげえね、この肩の落ちよう、ガーンと肘の近くまで肩落ちてるんだけど、で身幅もすごいでしょ。この女性が着てる分にはいいけど、こうガバガバでさ、このウエスト周りがガバガバで、腰周りがダボっとしたカーゴパンツとかだったらばいいのかな、なんともわからないな。で正直チェックのオーバーサイズジャケットっていうやつは最初見た時に、あ、これだけ買おうかなって思った。最初はチェック柄っていうのが今季多分いろいろトレンドかどうか知らんけど目につくし、マルジェラがさ、ペンドルトンっていうあのアメリカだけど、まあ、ブランドとコラボしてチェック柄をいろいろ取り入れたアイテムを、まあ、出してきて、あれなんてもう高くて手が出ないんだけど、ああいうテイストをこのクレアさんのデザインを取り入れながらレイヤードでマルジェラに寄せたコーディネートとかも楽しめたらいいなーなんて一瞬妄想したんだけど、実際これ見るとどうだろう、ジャケットをこう前と後ろ逆にしてさ、マルジェラのコレクションみたいにこれ着てたら、まあただの鬼人ですよね。鬼人、雪丈 2XL でも81だし、シルエット的にもなんか厳しそう。あの裾が絞れるとはいえ後ろがこう下がったデザインになってて、うまく着こなせる自信はないんだけどな。女性が着たら間違いなくかっこいい服だと思う。でこの胸ポケットの両脇から手を入れられるんでしょ。だからそれもあったかいし、で可愛いし、だけど男性もうこの辺だからね、こんな感じでどうなんでしょうね。ほんと返す返す、せめて試着できれば。で、ニットブラウス。ニットはね、正直ちょっと期待してた。昔プリングルスやってたっていうことで。でも、やっぱり女性のためのサイジングでした。いいんだよ。もうそういうことだから。誰も男性に着てほしいなんて一言も言ってないんだから。こっちで勝手にがっかりしてさ、勝手に期待してさ、空回りも甚だしいんだけど、女性が着たらば本当に可愛くなりそうなものは、いっぱいあると思う。このカシミヤのニットベストなんてさ、肌触りもいいし、やっぱニットベストを今季やっぱ着たいなと思って、これの丈が長いやつがあればなと思ったけど、だったらさ、まあ普通ださ、クレアさんがやる必要がないよね。クレアさんがこの丈でっていう風に決めたのが可愛いんでしょ。このハーフジップのセーターもこの襟の周りのボリュームがすごいあって、私の好きなサビ色も出てるから、こいつ着てやろうかなと思ったけど、袖だけがね全然足んないのよ。一番でかい 2XL でも雪丈77、もうこの辺ツンツル点ですよ。でもそれがいいんだよね。ウィメンズ、女性の人が着るときには可愛いんでしょ。でも男が無理してこう袖まくりして着なくても今回いいよねってますます思った。ニット類とか見て、でワンピースとか、まあ、スカートとかも好きさえあればいつか行ってやろうとは思ってるけど、本当にね今回は一部の隙もないというか、男性に着せる気は全然ありませんよみたいな。でパンツがそうねこのコーデュロイワイドパンツ、セットアップのジャケットもそうだったけど、まあ、これもねいけそうな気はするんですよ。股上が25センチぐらいっていうのはそんなに浅いわけでもないんだよね。行こうと思えば行けそうなんだけど、このウエストのベルトループもなければこのドローコードもないんで、もう調整できないのよ。きつかったら元も子もないけど、大きめに買ってウエストを絞って調整っていうのができないんですよね。だから試着しないと、73とか76とか店頭になくて、70でいけんの？パツパツで試着してみてさ、それで雰囲気わかるんでしょうか？山間で行けっていうことでしょうか。山間行ってやっか、本当に思うツボだな。そしたらで、あと何、小物、まあいいよ、この帽子とかさ、かぶれるもんならかぶりたいけど、私はもう無理です。サイズ的に頭でか男なので、キャップもハットも無理で、
レザータッチラウンドバッグ、みんな買うんでしょこれは。知ってるよ。だからもう言わないけど、で靴か、靴もどうなんですか、サイズがいくつまであるんだっけか。 25.5、26サイズはオンラインのみだってよ。お店には25までしかないんで、26履けるなんて思って取り寄せて実際合わない可能性はあるから、まあちょっと厳しいかもね。危険な橋すぎない？はい、ユニクロ C。 ユニクロ C。 ユニクロ C、 なんか来年の秋冬までも計画が進んでるということで、まだね今期はちょっとあれだけども、いつかこういう背中に C のアプリケみたいなのをやってもらえれば私も買いたいと思っておりますが、ユニクロさんにメンズにも面白いアイテムもうちょっと出してみようかっていう気持ちになってもらいたいってことなんです。ほら履いてっからさ、ユニクロ丸2の。でも男性向けのコラボがなくなったわけではなくって、ユニクロ UJW アンダーソンコラボ、そしてなんならホワイトマウンテニアリングも出るんでしょ。秋に出るってあのライフウェアマガジン、ユニクロのウェブサイトでもう出てるけれども、それがねだいぶ良さそうな、期待できそうな感じなんで、それもあって今回無理にウィメンズ、ユニクロ C 行かなくてもいいかなって思ったっていうだけなので、だから買いませんよユニクロ C は絶対に。まあ信じるか信じないかはあなた次第ですけど。ヒーリー